はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は算数基礎講座、平面図形面積の工夫の4回目ですね。今日はね、こんな工夫を、やってみたいと思います。さあ、これね、どの三角形も底辺が、同じで、この平行でね、高さが等しい時には、この3つどれも面積は同じになります。まあ、それは当然そうですよ。底辺かける高さ割る2、底辺かける高さ割る2、底辺かける高さ割る2ね。形は違っても底辺と高さが一緒ならどれも同じなんです。で、だから例えばこんな風にね、三角形がね、ピタッとこれくっついてね、あるとします。ただね、例えばこの三角形は動かさないでね、動かさないで、この三角形をここの、頂点をここまで動かして、こういうふうに動かしても、これ面積等しいわけです。ここにもね。で、この三角形もここの頂点をここまで動かしても、やっぱり底辺かける高さ割る2で面積は変わらないんです。そうだとすると、3つに分割された三角形も1つにまず、1つに統合させちゃうとね、この三角形の面積を出せば、いちいち3つ出さなくてもいいんですよ。で、ここが底辺です。で、ここが高さです。で、底辺かける高さ割る2でいいんです。今日やるのはまあこんなテーマね。さあ、じゃあちょっと見てください。次の斜線の部分の面積を求めなさい。さあ、縦が12センチ、横が15センチの長方形の中に2点あって、これ三角形が2つある。さあ、同じように考えていくと、この三角形は動かさずに、この三角形の頂点を平行にここにずらしていくと、これとこれは等しいわけですよ。赤い三角形と緑の三角形、面積等しいんです。だからこの三角形をここに合流させてしまえば、この三角形の面積でもう出ますよね。だから次の斜線の部分の面積、赤い部分求めなさいって言ったら、これをここまでずらしてって、この三角形で出せばいいんです。底辺15、高さ12ですから、底辺15かける高さ12割る2、12と2を、まあ、2で割って6、15かける6。6を30の90。90平方センチメートル。こんなふうに出していくわけです。じゃあ、この前、縦が12センチ、横が20センチの長方形の中に、これピーッと引っ張ってあって、このライン上にこんなふうにね、まあ、魚の形みたいになってる。ただ今度、上だけ見るんです、この時。上だけ見て。上だけ見て、そうすると、この上のこの三角形をここまで持ってくることができるね。そうすると、この三角形をここまで持ってくればいいわけです。ただ、この三角形でいいね。で、今度下見ます。下も、この下のこの三角形をここまで持ってくれば、合流できちゃうでしょ。こうなって。こうだ。そうすると、この2つの三角形はこう合流できて、この2つの三角形はこう合流できるわけです。ただ、これでいいでしょ。と、底辺が12とすると、高さが20ですから、底辺かける高さ割る2、底辺かける高さ割る2ってことになるわけです。そうすると、12かける20割る2、12かける10は120、120平方センチメートルでいいわけです。さあ、同じパターン。13と20の長方形にね、イカのスルメのちょっと歪んだようなものがあると。さあ、これはね、今度これをこっち持ってきちゃいます。この三角形を
ここにずらすと、底辺かける高さ割る2、底辺かける高さ割る2、同じです。そしてこの三角形もここまで持ってきます。これ細長い三角形です。どちらも底辺かける高さ割る2ですから、だからこの2つの三角形はこれにできるんです。ほともう下も同じですよね。下もこれをこっちに持ってくる、ね、底辺かける高さ割る2、底辺かける高さ割る2ですから、これとこれは一緒ですね。で今度これもこういうふうに持ってくると、底辺かける高さ割る2、ね、これをここにずらして、これをここにずらす。そうするとどうなるかっていうと、ここが底辺で高さが12です。底辺が13センチで高さが20センチ。この三角形の面積がこの、4箇所ね、4つに、区切ったね、三角形の面積になるわけです。と、底辺かける高さ割る2ですから、20割る2が10、13かける10が130、ね。答え130平方センチメートルと。いうふうに、求めることができるわけです。今日やったのは、ね、この底辺と高さが一緒だったら、ね、全部面積一緒。特にここが平行だったらね、どんなにずれても、ここでもそうね、OK。どれも面積同じ。で、これを使って、この三角形、ね、三つあって、これ平行で、どこの点も高さが一緒ですから、この三角形をここまでずらすことができる。この三角形もここまでずらして、こういう細長い三角形にしても面積は変わらないんだと。おと、この三角形出せばこの3つの三角形出したことになるっていうことですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。